ディストロサウルスは、約2億5400万、約2億4800万年前の、パンゲア大陸に生息していた、植物植生の単弓類。獣弓木のの目のディキノドンために属し、ディストロサウルス化に分類されるが、カンネメリア化とする説もある。俗名は、ウアゴの形を見立てた古代ギリシア語、ラムダシグマタウローニュウ、シャベル、コテトシグマアルファーロウー。 トカゲとの合成語と否定できるが、何らかの理由で、リストローマイナスではなく、リストローマイナスの形をとっている。英語音は、リストロソーラス、もしくは、リストラソーラスに近い。中国語名は、水流獣。リストロサウルス骨格体長は、約90から120センチメートル。イノシシほどの大きさである。ズングリした、尊敬の胴体と短い四肢、短いを有する。 一しく短く切り立った顔面は長い分ブを持つものが多い三畳紀のディキのドン類の中でも際立って得意なものである。眼下と鼻孔は頭蓋上部に移動し、顎先は低くなっている。しかし、その上顎にはディキのドン類に特徴的な角質のくちばしと大きな剣士を備えている。全長3メートルを優に超える巨大な両生類。 ウラノケントロドンに捕らえられたリストロサウルス。彼らにも天敵はいたが、出現当初には少なかったはずである。形態的特徴、及び出土した地層の状況から、発見当初はカバのように川や湖障に生息する、半水性の動物であったと考えられていた。しかし、カルーボンチ等の古環境が詳細に調査された結果、乾燥した。 氾濫源などに生息していたと結論付けられた。また、くちばしと剣士によって独特の形状をなす、噴部も植物の根を掘り起こしたり巣穴を掘ったりするための適応進化と考えられている。1988年に発見された巣穴の化石からはディークトドンなどと同様に、つがいと思われるメス、オスの骨格化石がまとめて発見されている。 リストロサウルスは三条期諸島に唐突に姿を現し、芝叩く間に、パンゲア大陸の広範な地域に分布を広げていった。古生代を終わらせたペルム期末の大量絶滅イベントを乗り切った未知の祖先から進化し、競合する植物食動物がほとんど存在せず、本格的な捕食者もまだ進化してきていない生態系において、いち早く日地を埋めたものと考えられる。 彼らの放散は大量絶滅期の終了直後には各地に姿を表していたほど迅速であり、そのままこの時代の始純化石に指定されるほどの流星を誇った。そして三畳期前期の終わりと共に姿を消す。数百万年にわたる環境においてのみ非常に適応し成功した生物である。リストロサウルスの頭骨は種によって形態が大きく異なることが知られている。 これは、各々の種が異なる植物を食べたことによる適応とされる。化石は、南アフリカ共和国、インド、南極大陸、ヨーロッパ、ロシア、中国など極めて広い範囲から発見されており、三畳期、前期の始巡化石、及び南極大陸の思想化石となっている。大海を渡れない、この動物の分布状況は、大陸が移動していることの立証につながる。 決定的事例となり、そしてまた、過去にはほぼすべての陸海が一つとなっていた時代があったことの有力な証拠の一つとされている。加えて、彼らの存在は、南極大陸に温暖な時代があったことの確固たる証拠なのである。ゴンドワナ大陸の化石分布図。茶色イコールリストロサウルス、大々色イコールキノグナトゥス、青色イコールメソサウルス、緑色イコールグロッソプテリス。 アルフレート・ベーゲナーが提唱した大陸移動説では、かつて地球上にはパンゲア大陸と呼ばれる一つの超大陸のみが存在し、それが約2億年前に分裂を始め、割れた陸海はそれぞれに個別のベクトルを持って移動したとする。その大きな流れの中にある現世の状態として、今日の世界の大陸配置があると考えるものである。地質学、古生物学、 古気候学などの知見から、大西洋を挟んだ南北アメリカ大陸、ヨーロッパ大陸とアフリカ大陸等は、もともと一つの超大陸であったとする仮説であった。その証拠の一つとされたのが、このリストロサウルスと絶滅植物グロスソプテリスの化石であり、他にキノグナトゥスやメソサウルスも、プレートテクトニクス理論の証拠たる古生物として挙げられる。日本語による、 視覚的資料主体学術的資料、他ディジタリブリリー、アメリカンミュージアムオブナチュラルヒストリー、リストロサウルスフロムアンタルクティカバイエドウィンエイチ、コルベール、PDF リストロサウルスゲオルギー、A、ディキナドーンとフロムザロワー,ートライシックオブロシア、PDF アブラプット、アンドグラドアレエクスティンクションアマングレートパーミアン、ラントバータブラッツインザ、カルーベースン、サウスアフリカワード、 カルサイエンス pdf パーミアントライシックバウンダリーインザセントラルトランサントクティックマウンテンズアンタルクティカ pdf TH、IN e x、t h p e r m i n e x t i n c t i o n n a t i o n a l g e o g r a p h i c dot com ペルム期末の絶滅イベントとリストロサウルスが引き継いだ世界 p, e a e o, e s t p c, o, et, n, i, e n, d, u, e t n, b, e, st, i, a r, m p, e e e, o, s t o c o m t i c y n o d o n t i a イダッシュ p a l a e o s ドット c o m p a l a e o n t o l o g y ダッシュ b l a c k w e l l s y e n e r g y ドット c o m l y s t r o x a u r u s c u r v a t u s ダッシュ z i p c o d e z o ドットコム分類リストロサウルスザペリアラジ バタバセ分類、ありがとうございます。